ははいいこんにちは三原ですいつもありがとうございます、えー、今日はズームスクリーンというプレーを紹介したいと思います。まあ、あんまり名前としては聞かないですよね、ズームスクリーン。でも、えー、結構、ね、よくあるプレーなので、えー、紹介をしたいと思います。こんなプレーですね、はい、ドリブルハンドオフとダウンスクリーンの組み合わせ、まあ、こういうエントリー、非常に最近 NBA とか NCA でよく、ねえー、見られるプレーですね、5番の選手、センターがドリブルハンドオフをして、ガードに飛び込ませると。 いうプレーですね、うん、これ、どういうわけか、ズームスクリーンっていうふうに言うんですけど、なんか、まあ、ぎゅーっと絞ってこう広げるみたいな、そんな意味かなと思います。はい、プレイとしてはこうですね、5番がセンターです。で、センターがトップオブザキーにいるということですね。で1番の選手がボールハンドラーとして、えー、2番がダウンスクリーン、そして5番がドリブルをする。ここで2枚のスクリーンを使って、1番がぎゅーっと上がってくるわけですね。 で、ボールをハンドオフで受けると。受けた瞬間にディフェンスはきっと2番にも5番にもコツンコツンとこうディフェンスぶつかってますから、ちょっとしたズレができますよね。なので、その隙に1番がドライブを仕掛けるという、まあ、こんなエントリーになります。 うんまあ、この時にね、2番の選手はまあコーナーに広がってくれないとちょっと邪魔になっちゃうので、コーナーに広がってもらって、えー、5番のスクリーンががっちりかかれば、1番はそのままドライブでレイアップということになります。えー、もちろんですね、あのー、5番のプレイヤーにスイッチがあれば、えー、ダイブをしてもらって、そこに、インサイドにパスをフィードしてもいいということになりますね。これがズームと言われるスクリーンプレーのエントリーです。えー、もう一回見てみましょう。こんな感じですね。はい。 ドリブルハンドオフ、センターがドリブルハンドオフ、そしてウィングがダウンスクリーン、ね、ズレを狙ってドライブをするという、こんな感じですね。うん、でこのプレーの、まあ、狙いとしては、スロットと言われるポジションをドライブすることです。スロットっていうのは、この制限空域の横の、あの、襟ですよね、ここの横の辺のところをスロットって呼ぶんですけれども、まあ、1番がドライブをするにしても、5番がダイブするにしても、このスロットのところが、ディフェンスがいると、これ成立しないんですね。 なので、えー、鍵となるのはですね、3番4番の逆側、逆側がですね、非常にこう、ストレッチをしといてあげるという、コーナー、それからサイドラインのところに、ストレッチ広がっておいてあげるということが非常に大事になります、えー。3番4番が今ね、この図でいうところの右側にいますけれども、こういうところにいてあげれば、まあ、スロットが開くわけですね。で逆に極端に書くと、<laughs> こういうところにね、来ちゃうと、まあでも結構高校生ぐらいではありがちなんですけど、 3、4番がこういうところにいると。そうすると3、4番のディフェンスも当然そういうところにいるので、絶対プレイが成立しないですよね。まあ、いわゆる狭いってやつです。なので、こういうふうになっちゃいけないよということですね。なので、まあ、こういうふうに完璧にストレッチをしとくか、もう一歩ですね、ディフェンスをさらに広げるには、ごちゃごちゃっとしちゃう、あのー、リスクもあるんですけれども、 フレアスクリーンというスクリーンをかけるということも一つ上の技術として付け加えができます。えー、どういうことかというと、ですね下からですね3番が下から4番にスクリーンをかけるというプレイですね。こうするとあのディフェンダーが一瞬ですね、あのー、このスクリーンに対してこの辺で固まるんですね。 この辺で3、四三番、4番と、あとディフェンス2人、要するに4人がここで一瞬固まる状態になるので、なおさらゴール下が開くということになります。なので、こういったディフェンスをね、引き付けておく、ビジーの状態にしておくっていう時に、フレアスクリーンを使うと、またさらにいいということですね。これフレアスクリーン使った場合のプレイです。ズームしといて逆がフレアと。わかりますかね で完全にコーナーが空いてますけどね、えーまあ、その後のキックアウトのプレーは、えーまあ、エラハみたいなもんですけれども、逆がこのフレアスクリーンをしていると。 えやっていいるととうことになります、まあ、最近ね、えー、ポストアップっていうものをなるべく避けて、えー、ドライブしていくというバスケットが非常に多いですよね。同じゴール下を攻めるにしてもインサイドでいわゆる面を取ってポストアップをするっていうことじゃなしにとにかく広がってスペースを取っておいてドライブでドリブルで侵入していくというようなプレーが多いんですがこのズームスクリーンっていうのはその、えー、ドリブルでドライブしていくプレーの代表かなというふうに思います。でセンターープレイヤががね、えー、結構ドリブルがつけるる、まあ、いわゆるポ ポイントセンターとか最近よく言われますけどスリーポイントラインの外でボールを持っても不自然にならないようなそういうセンタープレーヤーがいるとドリブルハンドオフを使ってのプレーなのでさらにですねこの辺の,あの今、ご紹介したようなプレーがとても有効になるというお話です。 はい、ありがとうございました。このチャンネルバスケの大学では、いつもこのような感じでバスケットボールの悩み解決になるようなお話をさせてもらっています。もしあなたのお役に立てたのであれば、ぜひチャンネル登録をして、このバスケの大学に入学をしてください。そして現在ですね、下の動画の説明欄のところにもリンクが貼ってありますが、指導者向けのメルマガ講座というものもやっています。現在登録していただくと、特典教材の方もプレゼントしてますので、ぜひメルマガの方も覗いてみてください。 はい。最後までご視聴ありがとうございました。三原学でした。それではまた。